はい、こんにちは、サボテンです。本日も500枚からやってまいりました。本日は日曜日の日、グランドクロスがいっぱいお客さんがやってる日でございます。そして、この台を見つけました。ジャックポットイベントは終わっちゃったんですけど、それでもハイチャンス250枚、緑が190枚です。これは結構熱いなと思って、この台をやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。さあ、早速当たったぞ、発見だ。あー、ダメ。さあ、頑張ろう。いいね、1球目で380枚はいいんじゃない？ただ花枝シートがね、ちょっとここなんだよね。もうちょっと真ん中に行ってほしいね。まあ、しょうがない。ちょっとでも前行けばいい。まあまあ、これ一緒にかかりやがったな。あ、しょうがない。さあ、頑張っていきます。さあ、カードゲームから、5分の2で当たりで1枚左を狙って当たりました。発見獲得。よし、さすがに簡単には終わりたくないよ。中柄が欲しい。よし、いいね。さあ、先ほどその2回転前ぐらいにラッキーポケットに入ってボールはこんな感じ。ここは確定が欲しいの。よし、いいね。ゲット。あ、いた。
青の3番を狙え。50枚か。1点でチャンスが来たぞ。赤、先生から。よし、これで確定を獲得しよう。なんで当たっちゃうの？残念、失敗。次に備えます。さあ、ちょっと10枚ぐらい投資して保留を全部マックスリストレスして、そしてさらに確定ボール1個落ちた。そして今のさあ、今の払い出しでボールが落ちた。4連チャン。10枚くらい落ちた気がするから、実質ただただ保留を増やしただけという可能性が大。そしてさらに発見も増やして、これも発見も当たればもうすごい最高なとこ。ああ、前回3番目だったから今回5番目にしよう。嘘。あらららららら、残念、失敗失敗。いけ、3番、よし、素晴らしい。さあ、相当とこの台を片付けましたぞ。570。いいですね。
いいところ。ここはジャックポットチャンスだな。できれば城以外だったらどこでもいい。ああ残念。まあしょうがない、しょうがない。あとはこのスロット、ここを消化して終わりにしたいと思います。よ、当たり。まだ勝ち点が続く。止まりそうにない。おっ、しかもオーラがある。6連単は久しぶり。多分動画内初めてかな。個人のマックス記録が7連装だから、それに近い6連装はすごい久しぶり。ああ落ちた落ちた。だいぶついてますよこれ。あとこれスロット消化して終わりにしたいと思います。次の台ですが、この台を見つけました。2ネクストでこれでも、このステーション3はちょっとここがよくちょっと詰まりやすくて結構厄介なとこもあり、そして何よりも落ちにくいです。結構前に落ちにくいので、ボールがこんなこのように溜まってしまうときがよくあるんですが、ワンチャン300枚を狙って頑張っていきたいと思います。失敗した段階で終了したいと思います。それでやっていきます。まあまずはちょっと50枚今用意したんで、50枚で落ちるかどうかをちょっとやっていきたいと思います。1球何とか落としましたが、1球を落とすのになんと49枚も、じゃあ嘘間違えた、41枚も使いました。
これから41枚分元を取れるかどうかが重大です。さあ頑張ろう。はい、まあ最初はまあどんなに悪くても100枚はもらえるんで、とりあえず赤のハート 5カードを狙いましょう。5カード300枚を狙います。5カードさえここで入ってしまえばもうこっちのものですからね。いけ、あーやばい、どこ入るんだ。あー青臭いな。決まった。おグラウンドジャックポットだ。ラッキーラッキー、まあまあラッキー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 。オーケーオーケー、まだ違う色じゃないだけオーケー。絶対落ちるから、もう間違いなく今日は勝ちを申したら、
がちょっと落ちが悪い台だから、ここから制止がうまくいくかどうかがちょっと重要。展開になってきたぞ。これはビッグビンゴちゃん10番だけか。ちょっと厳しいな。これはノーニューナンバーの200枚でもいい。じゃあナンバー入ってましたんで100枚です。しょうがないか。でもある程度消化するまで放置します。補充終了しました。そこまで落ちる台じゃないんで、少し整地してやめたいと思います。それではやっていきます。
打ちにくくなってきたので、そろそろこのスゴロク、まあこのスゴロクとかを見て終わりたいと思います。だいぶ数字できたんじゃないかな。これ以上やると減ってしまいそうなんで、ちょっとやめたいと思います。それではストップします。違う台に移りたいと思います。大型の台がいいのがないんで、ちょっと周り見てたら、その前のお客さんがですね、あの1カップ300万円ぐらいの1カップを入れてるのを見かけまして、それ2つぐらい、2カップぐらいかな、うん、それ2カップをなくなっているのをちょっと見かけたんで、ちょっと1100万円からこれ15万円も使ってるんで、ワンチャン SP を狙えるんじゃないかっていう説でちょっとやっていきたいと思います。まあ失敗したら失敗したで、まあしょうがないと思うんで、とりあえずやっていきましょう。SP 引っ張ってるぞ。これワンチャンいけんじゃね、本当に。はい、2回か。ああ、200入った。200枚2連続これはすごいぞ。あ、これはもうやめます、やめます。あとこれ打ったらもう終わり。437枚。いやービッグヒット。さあこれはやめますよ、もちろん。はい、こんな感じになりました。いやーすごい増えましたね。ここで、他の台を見回したんですけど、いい台が、一つもなかったんで、今現在時刻、まあちょっと夜になったんで、
ここでちょっと夕食を取りたいと思いますので、ここでちょっと休憩します。では、ここで終了します。では休憩を取っていきます。